世界中の皆さん同じと思いますけど、外へ出ちゃいけない、まあ、ステイホームっていうのも初めての経験でどうなるんだろうと思いましたね。で特に僕たちその歌舞伎役者は25日間ないし26日間当たり前のように毎日やってきて、当たり前のように毎日舞台に立ってたんですけれども、いやそれが全くなくなって、ああこの当たり前いわゆる普通の生活っていうのはどれだけありがたいことかっていうことがもうね身に染みて分かりましたね。世の中でそれこそ3月もそうですし、4月の歌舞伎も開くかもしれない、開くかもしれない、やっぱり無理だった、5月も開くかもしれない、今度こそやっぱり無理だった、ずっとそういうのがあって、で8月今度こそっていうお話をいただいたんですけれども、これも世の中の状況で分かんないわけじゃないですか。やった方がいいのかやらない方がいいのかってずっとすごい初日が近づくにつれ自問自答がずっとありまして、どうなんだろうなと思ったら、お客様は満杯入ってますって、でまずこのどんちょうが上がったらものすごい拍手がね、何でしょう、半分しか入ってないのに普段の3倍ぐらい聞こえてきて、ちょうど中央へ行って構えて座ってしばらくしててももうずっと拍手が鳴り止まないんで、もう音は聞こえないんですよ。どこでお辞儀をすればどこでシャリンとすればいいのかっていういうぐらいものすごい拍手とちょっと涙が出そうになりましたね。ああ皆様待っててくださったんだって思って、その時にはやってよかったなって思って、舞台でそんな見るつもりはないんですけど、こう視線の先を見るとお客様なんか泣いてらっしゃるんですよね。ああそういうのを見て、やはりこういうことって必要なんだなと、世の中そういうこと暗いニュースが多いですし、やはり皆様の心の支えになれればいいなと思いまして、すごくその瞬間本当に思いましたね。やらせていただいてよかったなって。まあコロナになって特に思ったことはやっぱり思いやりですかね。思いやる心って大事じゃないですか。やはり人って一人では生きていけないなって特に思いましたよね。家族がいてよかったなと思います。でもいかに相手の気持ちになってしてあげるかっていうこと、周りの人のためにどうしたらって、本当に僕ら頭が下がるのは医療従事者の方々、その人の命を救うっていう映像を見て感動しましたね。ですからやっぱり思いやるという心ですかね。